ちょっと季節外れの歌なんですけども、桜という歌です。この歌の主人公はおばあちゃんで、おばあちゃんが若い頃大好きな人がいて、その人は戦争に行って無事に生きてきて帰ってきたら桜の木の下で会おうよという、そんな歌です。桜。2回戦目に、歌いました。じゃあ次はまだ決勝で歌った歌は歌わないよ。もうちょっと待って。次はね、まあ僕はほとんどオリジナル曲で、やってます。ライブのスタイルが9割こんな感じ弾き語りやってます。残りの1割が、サックスが入ったりカホンが入ったりベースが入ったりとかしてやって、だいたい9割がね、こんな感じでやってます。次に歌う歌はちょっと次もね、さっきは桜で次は、金木犀
ていう歌を歌う、金木犀ララバイっていう歌を歌うんですが、これは僕いろんな歌作ってますけども、大体が嘘の歌なんですね。で、一部の真実を膨らまして歌を作ってるんですが、次の歌は 100% ね、本当の、歌なんです。僕中学校の時バレーボールやってまして、で中学校 の3年の時に、県大会が終わって、普通県大会が終わると受験勉強に入るんですが、やっとこうバレエから離れてギターが弾けるってことで、僕は勉強しないでギターの方を一生懸命弾いてしまいました。その時ね、勉強してれば今こんな僕がなかったのかなと思って、ね、ちゃんとした大学に行ってもうちょっと、いい給料稼げてもうちょっといい生活してたのかなと振り返ると思うこともあるんですが、ね、ギター一生懸命弾いちゃって、その時に中3の時に一緒に戦った仲間が、もう数年前ですけども、僕の前から急にいなくなって、仲間の前からいなくなって、まあ、ちゃんとした大学を卒業してちゃんといい、会社に勤めて、僕たちから見てみると、中学校の時からキャプテンやっててすごいエリートで羨ましかったんですが、何がどう狂ったか、歯車が狂ってね、姿消して、見つかった時っていうのが、見つかる前になんか最近元気になってきたよって感じだったんですけども、まあ、最後は孤独死だったんですけどね。その友達が眠るお墓は実は大浦町にあるんですね。金木犀があるでっかい、あそこ何したかな、アミールとかいうスーパーがあるところの、お寺に眠ってるんですけども、その友達が眠るところにでっかい金木犀の木があって、それでちょうど亡くなったのが、秋口に晩秋だったんで、その僕が匂いを嗅くとその友達のことを思うんですが、それを歌った歌で金木犀ララバイ。こういうこともあります。最近多いんですよね。ね、急に来たのにね、今のとかカットしておいてください。Thank you.
とも小さくなり心配だった。厳しい風雪に耐えきれず、あの時の流れ星と同じように消えちまった。かっこよく生きなくてもいい、俺の人生に恥ずかしいことばかりでいっぱいだぜ。